この顔は何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。数十分前。乾杯。おい、この肉焼けてるぞ。あ、はいはい、エビも焼いとくな。ダチとのバーベキューは最高だぜ。お、曇ってきたな。今日台風来るって天気予報で言ってたしな。まあ雨降ってきてないし大丈夫だろ。しました。あ、フラグちゃん、こんな天気と場所でバーベキューするなんてフラグが立ちまくりです。雨降ってないし川辺のバーベキューなんてみんなやってるじゃん。いいですか、川の水量が急激に増えることで不幸な水難事故が起きるんですよ。だから雨が降ってきたらやめるよ。甘いですよ、雨が降ってきてからじゃ遅いんです。上流の空に黒い雲が見えた時点で避難するよう推奨されているんですよ。大げさだな、テレビの影響を受けすぎだよ。俺たちは平気だからさ。あ、嘘だろ、こんな突然。うわあ、溺れる。坊さん、もう坊さん起きてください。死ぬかと思った。すぐに近くの川べりに流れ着いたんですよ。運が良かったですね。他の奴らもみんな岸辺に流れ着いて。あれ、助けてくれ。大変です、早く助けないと。お坊さん、何飲んでるんですか、助けないんですか。だって俺こいつらにいじめられてたし。見殺すのも犯罪。実は俺こいつらにずっとパシリにされてたんだ。今日だって俺は肉を焼くばっかりで一口も食べてない。言われてみれば簡単に見殺しにできるこんなチャンスを逃してなるか。生殺与奪の剣を他人に握らせたな。無謀さん、見殺しにするのも不作為による殺人といって犯罪なんですよ。不作為による殺人が成立するにはまず殺意の有無が問われるが、これについては否定できない。あれ、しかし殺意の他にある要件が満たされている必要がある。もしかして詳しいんですか。ああ、復讐したくて散々調べたからね。そんなこと調べる労力で新しい友達作ればよかったのに。そういう正論はやめて、泣いちゃう。この状況で殺人になっちゃうのは、俺にあいつを助ける義務がある関係で、俺があいつを助けられる状況の時に見殺しにした場合だけなんだよ。助ける義務がある関係で助けられるのに助けない、完璧に当てはまってるじゃないですか。でも例外もあるんだ。自然災害とかどうにもできない状況で見捨てる場合は不作為の殺人は適用されないんだ。つまり今回のケースで俺は罪に問われることはない。災害時は助けられる状況じゃないからですよね。でも今は思いっきり助けられる状況ですよ。何でもいいから助けてくれ。何にしても目撃者はいないんだ。俺がお前を見殺しにした証拠はどこにもないんだよ。汚い。何とでも言え。あばよ、あの世で会おうぜ。このまま俺が立ち去ればあいつは死ぬ。え、俺人殺すの、マジで。あいつが悪いんだ。でも殺人とか怖い。うん、すごい怖怖ストレスゲロするくらいなら最初から助ければいいじゃないですか。人殺したら本当に怖いよ、もうやだ。嫌いな人にも人生がある。別にあんたなんか助けたくないんだからね。私が縄投げたいだけなんだから、投げたいだけなんだから。いいか、早くしてくれ。行くわよ。モモさん、どうしたんですか。いや、いざ助けようとしたらこいつにされたことが走馬灯のように蘇ってきてさ。やっぱりこのままこいつ見殺しにして走馬灯を見せてやりたいなって。でもそうするとまたストレスで吐いちゃいますよ。そうなんだよな。でもな、どうしようかな。人の命がかかってるんですよ、悠長にしてる場合ですか。本当にすまなかったと思ってる。実は自分他の連中に逆らえなくていじめに加担してたんだ。弱みを握られて君をいじめなかったらバラすって脅されて。そんな、かわいそうです。あいつら最低だよ。俺が六条悟の真似してホットマスクしてたのバラすって言うんだ。男子ってそういう時期あるよな。あるある。そうだろ、
しかもやってないのに女子更衣室漁ってたとか嘘の噂まで流すって言うんだ。それくらい男なら一度は通る道だよ。割といい匂いするよな。いや自分はやってないから。無謀さんクズですね。復讐の意味はあるのか。でも落とされてたからって俺をいじめていい理由にはならないよな。やっぱりやられたらやり返す、倍返しだ。無謀さんやめましょうよ。本当に殺しちゃったら吐くだけじゃ済みませんよ。でも彼に悪意はなかったんですから、見殺しなんてやめるべきです。復讐に意味なんてありません。やめましょう。うるさーい、さっきから正論ばっかり言って。クソ、彼はイケメンだから助けましょうぐらい理不尽を言われた方がまだ納得できる。分かりきったことを言われると逆に腹が立つよな。それだ。そもそも世の中に意味あることなんてあるのか。全部個人の尺度で決めたことに過ぎない。だから意味のあるなしは俺が決める。俺は俺が思うがまま、俺が望むまま邪悪であったぞ。無謀さんもそういう時期なんですか。やっぱり縄は投げない、豚は死ねえ。あ、無謀さん、ドロドロドロ、この顔は深い、この顔は深いから、深い。俺このまま死ぬのか。復讐なんて柄にもないことするから、ま、悪くない人生だったか。メリークリボーッチ。モブミのために衣装も用意しといたのに、俺より仕事かよ。モブミ、モブミ、クリスマスは仕事だって言ってたじゃないか。モテオと過ごしたってどういう、え、浮気した。モテオはコスプレを要求しないから。そうか、許すよ。心はまだ俺にあるんだろ。え、ない、モテオと付き合うことになった。待ってくれ、モブミ、モブミ。このまま死ぬのは絶対嫌だ。まだやり残したことがある。まだミニスカサンタと聖なる夜を過ごしてない。まだ死ねない。手だ、きっとフラグちゃんだ。ありがとうフラグちゃん。うわっ、助かったよフラグちゃん。大丈夫か。どうして助けて。いや、その前にどうしてお前が助かってるんだ。君が川に落ちた時、持ってた縄が偶然こっちに飛んできてさ、それで助かったんだ。モテオさん、川から上がったらすぐに無謀さんを助けてくれたんですよ。アニメじゃあるまいし、そんなご都合主義な。いや、アニメですよ。どうして俺を助けたんだ。俺はお前を見殺しにしようとしたんだぞ。俺に対する贖罪のつもりか。どんなに償われても謝られても、いじめられた側の傷は消えない。分かってるのか。分かってるよ。だから贖罪のつもりで助けたんじゃない。じゃどうして。溺れてる時に思ったんだ。自分がこうなったのは今までの行いが悪かったからだって。やっぱり人をいじめたのは絶対にダメだったよな。いじめダメ、絶対。自分がしたことは必ず自分に返ってくる。だからもし生きられるなら、相手が誰だろうと、たとえ報われなかろうと、自分がしてほしいことを人にしようと思ったんだ。モテオ、贖罪なんかじゃない。自分がモブを助けたいから助けたんだ。自分の欲望のままに。モテオ、そんな優しい瞳で俺を見つめないでくれ。お前イケメンだから。てれる。なんでしょう、この空気。見てるこっちが恥ずかしいです。モテオ、俺、お前になら、このまま。あ、落ちました。何が、あ、いや、何が、死亡フラグですよ。屋外でハレンチな雰囲気になると何かしら危険が。上流からすごい濁流が。さっきの日じゃない。うわー、増水した時は一刻も早く水辺から離れましょうね。まとめてないで助けてよ。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。